復興小学校は関東大震災で被災した小学校を復興事業の一環として鉄筋コンクリート作りで再建したものを指す。他の大規模災害後に建設された小学校を指す場合もある。以下の説明では東京市の状況を中心に復興小学校以外の RC 作り小学校等についても触れる。従来、 東京市の小学校建築は木造であったが、関東大震災の前から RC 作りで建設する動きが始まっていた。初めて実施されたのは、1922年春工の林町小学校で、震災までに20校ほどが建設済みまたは建設中であった。1923年に発生した関東大震災により、小学校も大きな被害を受けた。 私立小学校全195校の内向き図で残ったものは2校に過ぎず、約2、3が倒壊、消失した。復興事業にあたり、東京市は耐震化、不燃化のため全面的に RC 作りを採用することに決定した。設計は東京市臨時建設局が作成した統一企画による。1924年6月11日に交付された。 東京市立小学校復興建設費補給規定に基づき復興小学校の設計は東京市が一括して行い建設費の補助が行われた。大正末から昭和戦前期に建設された RC 作りの小学校建築は次のように分類できる。これらの外観デザインについてパラボラアーチなど表現主義的なデザインを採用したものもあるが、 やがて装飾のないインターナショナルスタイルに統一された。日中戦争が長期化し、1938年に建築資材が統制されると RC 作りの小学校が建設されることはなくなった。1932年、軍部が東京市に編入され、35区となった。これ以降、新市域の小学校建築は東京市営前が設計することになったが、 急激な児童数の増加による教室数の不足に対応するため、もっぱら木造校舎が建設された。新市域における RC 作りの小学校は16校で、編入前に建設済み、あるいは計画が進んでいたものに限られる。2020年現在、こととい小学校、広尾小学校が現存している。坂本小学校入り口や階段室にアーチ状の造形を持つ。 復興小学校。坂本小学校画像その2。大名小学校入り口や、海岸室にアーチ状の造形を持つ。復興小学校。広小学校消防署が併設され、ボーと消防車の車庫が併設されていた。復興小学校ではない。四谷第五小学校原、吉本工業。同古ミュも、ジャパン剪定日本における、モダンムーブメントの建築。 復興小学校ではない。以下のリストは0時であり、復興小学校等を網羅したものではない。ありがとうございます。